関と申します。まさに吉野さんの紹介、まさに話題を得たりということで、私の言いたいことも半分言っていただいた感じなんですけど、こんな研究をするようになって、この本を書いたんですね。この本を書いたんですけど、なんでこんな本を書いたのかというと、全く安倍晋三首相のおかげというか、安倍晋三首相じゃなかったら絶対こんな本を書いてないという本なので、こういう研究をするようになって、こういうことが分かったというのも、安倍政権のおかげということなんですね。で歴史学者じゃないんだけど、歴史学者が言わないから言ったっていいだろうということで、書いてしまったので、歴史学者が書かないことを書いているという本なんですね。あと憲法学者も言わないことを言っているということで、歴史学者も憲法学者も私の本読んだら勘に触る人はいるかもしれないので、前書きで書いてあります。でも仕方がないだって彼らが言われるんだろうというふうに前書きで書いた上で書き進めていますので、で歴史学者否定的な評価する人が多くて、すごく袋叩きに合うんじゃないかと思いきや、そうでもなくて、結構肯定的な評価をして、この研究の元になった赤松小三郎の研究してくれてる人も結構いてですね、特に洋学士学会とか英学士学会とか、その手のところで赤松小三郎の論文書かれたり研究発表もされるようになってきているので、まんざらその歴史学、旧来の歴史学を批判してるんですけど、そっちばかりが主流じゃないということも書いてみて分かったということが、分かりました。最初に今回 その話の結論から先にいきます。なぜ結論から先にいくかというと、最後の方で結論を言う時になると、大体残り5分とか残り3分になっていて、慌ただしく一番肝心な結論を言えないということをこれまで何回も経験してきまして、最初に言っとけば言い残すことはないということで、最初に結論を言っといて、なんでこう考えるのかということを後で説明するという方式にしますので、普通の講演とは逆で、言いたいことだけ最初にまず言います。まず1点目、江戸時代には本格的な議会政治論とか近代立憲主義思想は芽生えてないってこう言われてて、で普通の人はそう思ってますし、私もそう思ってた。江戸時代は封建社会だから近代立憲主義なんて芽生えなかったと普通は思ってるんですけど、そうじゃなくて、明治の前ですね、明治の前に慶応年間にすでに議会制民主主義と議員内閣制が唱えられている。で唱えたのがこの人なんですね、赤松小三郎という人で、その理念を見ていくと、現行憲法とあんまり遜色がない、これも言われてないんですけど、公儀、つまり幕府と言われている政権ですね。で幕府っていうのが薩長士官、長州士官なんです。幕府っていうのは差別語で、あれ正当な政権じゃないっていう差別的な意味で幕府って使ってるので、江戸時代の人たちは幕府のことを幕府なんて誰も呼んでないんです。公儀とか公偏とか言ってたので、政府なんですよ。で政府ってみんな呼んでたんだけど、後にあれは朝廷の出張所で軍事、征夷大将軍のですね、軍事的出先機関ということで幕府という用語を定着させて、幕府じゃあ正当な政権は朝廷で、幕府っていうのはその出先なんだねというふうに思い込ませたんですね。そうじゃなくて、公儀、政府なんです。で、なので、歴史学的にも最近幕府っていう用語を使わなくちゃいいという人が出てきていて、公儀というか、あるいは中立的な言葉を使うと徳川政権、そう言い換えるべきなんです。だから私も公儀ないし徳川政権と言います。で徳川政権はそれを受け入れる準備があったんです。つまり議会政治、憲法を作って議会政治に移行しようということを徳川政権自らやろうとしてたんです。でそれを潰したのが実は明治維新ということなんですね。でここもよく言われてます。徳川政府は反動的で封建的だったから、その封建制を崩すために戊辰戦争っていうのは血を流して、残虐なこともたくさん行われたんだけど、やむを得ざる戦争で、封建社会を崩すためにはあのくらいの革命戦争ですね、革命的な戦争というのは必要だったのであるというふうに書かれてきて、ああそうか、やむを得なかったのかという感じで思っているんですけれども、戊辰戦争は全く必要なかった。
で戊辰戦争がなさえなければ、より民主的な近代国家が生まれていたはずである。で3点目、明治維新で文明開化が進んで、でようやく近代立憲主義、西洋思想が入ってきて、武装とかも翻訳されたりして、ようやくその文明開化の中で自由民権運動が発生して、で自由民権運動が初めて近代立憲主義思想を唱えたというふうに普通は思えられているので、自由民権運動の発生そのものが明治維新のおかげ、つまりやっぱり明治維新というのは必要なステップで、そのおかげでみんな思想の自由が広がってきたんだというふうに解釈してますけれども、詐欺あらずというのが私の本の中に書いてあることなんですけど、明治維新を経て何が変わったかというと、天皇が神になっちゃったというのが、江戸時代の人は天皇なんて何とも思ってないので、天皇なんてまあ要するにバカにしまくってたんですけど、バカにしちゃいけない神聖にして犯すべからざる存在になっちゃったので、自由民権運動、確かに先進的な人権規定とかはたくさん書かれているんですけど、その一方で天皇体験というのを認めているんですよね。やっぱり天皇が神格化されてきたので、天皇の権力を否定するような憲法草案というのは出てきてない、自由民権運動の中では出てきてないんですね。でも江戸時代に書かれた憲法構想は天皇なんて何とも思っちゃいないですから、天皇に権力何にもないんです、まあ、象徴なんですね、まあ、権威として立てるけれども、今の象徴天皇制とはあまり変わりない、君臨するでもすれども統治せずという象徴天皇制に近い憲法草案が江戸時代にはあるんだけど、明治になるとそうじゃない、ということで、そこら辺が後ろで売ってますけど、この本に書いてあります。時間があったらこっちも今日話そうと思っているんですけど、時間なくなりそうな感じがするので、今書いている本がこんな感じの本を書いています。1点目、これ来年一生懸命書いてるんですけど、本当にやっぱり歴史学の専門じゃない人がやると本当に古文書とか読めないので、なかなか調べるのが大変で、人に頼んで読んでもらったりして、相当時間がかかってて、今年中に書き終わるかどうかという感じなんですけど、で今書いてる本で言ってることは、一般的に言われている説は、無能な幕府が朝廷の意向を無視し、アメリカの言いなりになって不平等条約を締結した。でその結果物価が高騰し、在来産業が潰れ、社会不安が起こってきたと。でそれは間違いだ。抗議は当時国際的に妥当な水準の通商条約を結んで貿易も順調に発展していた、これが事実だ。で2点目で、不平等条約なんて飲まされちゃったもんだから、遊国の上に駆られた尊王攘夷の志士たちが立ち上がった。で彼らが立ち上がって紆余曲折をして、明治維新に至って日本の独立を守ったということなんですけど、真実はこうだ。尊王攘夷の志士たちが起こした外国人殺傷テロや下関戦争の敗戦の影響で、日本は実は関税自主権を喪失してしまった。つまり不平等条約なんて結んでないんですよ。だけど不平等条約になったのは尊王攘夷の志士たちのせいなんです。でこれ、説明するとすごく長くなるんですけど、時間があったらちょっとこれもやります。なので日本の独立を守ったのが薩長の尊王攘夷の志士かといえば、そんなことは全くなくて、日本の独立を守ったのは外国に偏見を持たないで、外国の言語と技術を学んで積極的に交流を持って世界に通用する三種とキートを開発し交流を試みた人々。ここに三種とキートで出てくるんですけど、まあ、日本の独立を守ったのはキートなんですよね。でキートを外国に送って、それで、まあ、貿易収支が赤字にならなかった。で大体在来産業を潰れてやられていくんですけど、日本の場合江戸時代の作った蚕の品種ですね、江戸時代品種改良してきた蚕の品種が世界でものすごく評価されて、こんな高品質な糸はないというくらい、中国の最高級品質よりもいいというのを江戸時代の人たちが作ってたんですよね。それがバカ売れした、それがバカ売れしたから日本の独立は守れたということなので、でですね、これが後ろに、不平等ではなかった幕末の安政条約という本が、置いてあってですね、これ頼まれて書いたので3人で書いている共著なんですけど、ちょこっとそれこれ書いてあります。なのでこれ800円で消費税抜きで売ってますので、これを本格的に膨らませた本を来年出したいんですけど、これはまあそのダイジェスト版というか、大体書いてあるレジュメ的に言いたいことが分かると思いますので、後ろに置いてあります。この続きいきます。
じゃあ幕末に憲法構想がなかったのかというと全然あるということで、まあちょっと数えるだけでこんなにたくさんあるよと。で全部やっていくとこれだけで1時間半すっ飛びますので、でこれを解説するのが無謀なことだというのがちょっと分かったので、やめて赤松子さんを中心に、そこを中心にやっていきます。まあ、初期の憲法構想というのはこれだけ出てるんですね。で一般に言われているのがですね、大政奉還に影響を与えて議会政治を唱えたと言われているのが坂本龍馬の千秋八策というものが慶応3年6月に出た。でこれが大政奉還に影響を与えて、まあ、坂本龍馬は日本でも最も早くから議会政治を唱えた人だというふうに、言われています。永田町 の衆議院の憲政記念館ありますけど、あそこに行くと一番最初の冒頭に坂本龍馬の新政府綱領発策というのが一番最初に出てくるんですね。つまり日本の近代議会政治の一番最初の文書は坂本龍馬の千秋八策と歴史学者が言ってきたんですけれども、こんな文書はない、存在しないんですね。これフィクションです。でまあ、坂本龍馬の業績に箔をつけるために坂本龍馬ってこんなすごかったんだよということでなかった文章を明治時代にでっち上げちゃったっていうのが真相です。ここら辺は最近では歴史的に定説になってきています。明らかにあの文章存在しない、おかしいということが分かってきているので、この坂本龍馬千秋八策ってのはないんですね。でもそれ以外にもっといいものがたくさん出てきているので、別に坂本龍馬じゃなくてもいろんな人が言っていた。坂本龍馬が飛び抜けて先進的で当時の日本では異次元のような近代的な考えを持っていたんだみたいに言われるけど、別にそんな考えを持っていた人はいっぱいいるんで、まあ、坂本龍馬英雄伝説に箔がつくとどんどん尾ひれがついてなかったことがあったことにされちゃってるということなんですね。はい、じゃ続きいきます。じゃあすっ飛ばして赤松子三郎のところに、はい、じゃあ赤松子三郎のところに行きますけれども、彼が赤松子三郎で、誰も知らなかったと思うんですけど、信州上田藩士 で私がこの本を書くきっかけになったのは、私が上田の人間なので、私の出身が上田なので、なので知ってたんですね、昔から。まあ、地元の人間はまあちょっと調べれば分かるので、ですごいこと言ってるのになんで歴史の本に出てこないんだろうというのが不思議でしょうがなかった。でどう考えてもすごいことを言ってるんですけど、どこの歴史の本見ても赤松子さんのあの字も出てこないんですよ。で図書館行ってどこ見てもあの字も出てこないということで、不思議に思ってたので、これはなんかおかしいということで、でまあおかしいですね。つまりやっぱり歴史学者っていうのはある物語があって、その物語に都合が悪いものは排除しちゃう。つまり当時先進的だったのは薩長土肥の西南夕飯、薩摩長州肥前土佐が先進的だったので、信州上田なんていう砂漠で主宮で保守的じゃないといけないです。幕府の砂漠派の藩というのは封建思想ガチガチじゃないといけないので、信州上田藩士なんていうのが近代日本主義を日本で最初に唱えたっていうのは歴史のストーリーから外れるんですね。だから土佐の坂本龍馬が言うのはいいんだけど、信州上田藩士が言っちゃいけないんですよ。だから無視した。まあ、簡単に言ってしまうとそういうことですね。で他にもいろんな理由があって、私の本右派だけじゃなくて左派も批判してるんですけど、要するに日本会議の歴史観と、高座派歴史学という高座派歴史学っていうのは日本の戦後歴史学を主流で形成してきた人で、代表的な人を挙げれば井上清さんとか遠山茂樹さんとかいるんですけども、要するに共産党系の歴史学ですよね。あれが薩摩長州中心のというか長州中心ですよね。高座派歴史学っていうのは長州中心の歴史学を作るんですよ。で長州の政治がメインストリームで、彼らがやったことはどんなに無茶であっても革命のエネルギーで日本近代に導いたんだと。でその長州政党の歴史学に異を唱えるものが排除されてたんですね。それが高座派歴史学で、何のことはない戦前 その広告士官とあんまり変わらないの。その広告士官を唯物士官に変えただけで長州薩摩中心というストーリーは変えてないんですよ。井上清さんも遠山茂樹さんももともと文部省の維新資料編纂課というところにいた人で、文部省の維新資料編纂課というのは広告士官のバイブルみたいな維新史という本を編集していく、その編集部にいたんですね。でもそれを
そのストーリーを丸く趣味の味付けで味付けだけ変えて唯一視覚風にしたんだけど、薩長受信っていうのは変わってない。だからあの日本会議も講座派も共犯同じであるということを私の本で、そこまで露骨には書いてないんですけど、要するにそうなんですね。なのでちょっと左派が戦前の右派と同じ歴史観を実は戦後も続けてきてしまったというところがあります。なのでこの人は無視されるのは当然なんですね。で、じゃあどんなことをやったのかということなんですけど、まず数学者です。もともと数学者で、で天理大公の前後からその法術を西洋法術を学ぶようになって、その後勝海舟に弟子入りしまして、勝海舟の付き人ですね、従者として長崎海軍練習場というのを3年間あのオランダ人の教師として、海軍練習を行うんですけど、そこに行って、学んだ。海軍を学んで、その後あの陸軍を学びます。海軍陸軍、そしたら最後に騎兵学、騎兵を学んで3年間で、いろいろと勉強してくるんですけど、で後にその能力が買われて慶応2年から薩摩藩に招かれて、薩摩藩の京都藩邸に招かれます。で京都に薩摩兵800人が常駐してるんですね。その800人にイギリス式兵学を教えます。なので薩摩藩をイギリス式兵学で武装させて最強陸軍を作ったのが実は赤松子三郎で、この門人には赤松子三郎の門人には東郷平八郎、上村彦之丞、望光綱、篠原国元、あ黒木民元もそうですね、陸海軍でまともだった将軍たちはみんな赤松子三郎の弟子です。でそれと同時にあの薩摩藩士たちに兵学を教えながら、徳川政権薩摩藩越前藩に新政府の建功構想を建白しています。で同時に徳川政権と薩摩の内戦を回避し、戦争をやるなと、戦争をやらずに平和的な新政権を樹立する、そのために議会を作れということなんですね。で薩摩と長州がやろうとしていたことは、薩摩と長州の政権を作ろうとしていた。で薩摩と長州なんて権威ないから、権威を立てるために天皇を神格化せざるを得ないわけじゃないですか。で薩長の政権じゃなくてオールジャパンの政権を作る、それが議会なんですね。各藩、議会構想は後で言いますけど、各地域から抽選局制で議員を選んで、130人の議員を選ぶ、その議会が国権の最高機関であるという憲法構想を作って、これさえできれば薩摩も徳川もないと、で戦争をやめなさいと言ってたことによって、ですね、薩摩は武力で徳川政権を倒そうとしたので邪魔になったんですね。で邪魔だから消しちゃえということで殺されたということです。でこれ弟子の一人東郷平八郎が、1910年にこう言ってます。すごい後赤松小三郎のあの字も出しちゃいけない雰囲気があって、日露戦争終わるまで薩摩の門人たちは赤松小三郎の名前出さなかったんですよ。で日露戦争終わった後しみじみと鹿児島に帰ってきて、日露戦争に勝てたのも赤松先生のおかげだなと彼が喋ったっていうんですね。で日露戦争終わった次の年に東郷平八郎とか上村彦之丞で上田に来て、赤松小三郎の遺族に弔問金を渡して、実は私たち教え子だったんですと、一度戦争終わって初めて言った。でそれまでは歴史から消さないといけない存在だったから、赤松小三郎に教わったということを彼らは一言も喋んなかったんですね。でじゃあ1910年になって喋った時に何て言ったか、東郷の回想、戊辰の戦争が始まる前に私どもは遊撃隊として京都に3年ばかりおった。その頃上田の藩士で赤松小三郎という人がおったが、早くからフランス式、これイギリス式の間違いですね、多分書く人が筆記する人が間違えたんだと思います。早くからフランス式の朝練を受けた人で、私どもは相国寺でこの人から毎日午前と午後と訓練を受けたものだ。でこの赤松という人は実に珍しい先見の明がある人であったが、後に幕府に通じたとかいうので殺されてしまったが、誠に惜しい人物だ。誰が切ったか一向に分からなかったが、後で聞くと薩州の猿、名のある侍がやったという噂であったということで、赤松小三郎が殺された当時誰がやったのか東郷は何も知らなかった。で彼は下っ端なんですね。で薩摩の上層部が殺したんです。で彼らは知らずに赤松先生殺されたというので葬式の実行委員会になって、葬式を盛大にやります。でみんなでカンパを集めて墓石を作ったのも東郷平八郎たちなんですね。でみんなでお金集めてお葬式盛大にやって墓石を建てたというのが彼らがやったことなんです。でですね、京都に行くとまずこれがありますけど、同志社大学、同志社大学の門の横に薩摩藩邸跡と書いてあります。
でここが薩摩藩邸で、ここに毎日教えに行ってたんですね。でここに薩摩兵、800人 の、 あの近代陸軍の元になる薩摩兵がここにあのいたわけですね。で前から不思議に思っていたのが、同志社大学のキャンパスの中で800人の軍事訓練できない。でどこでやってたのか不思議だったんだけど、東郷平八郎が相国寺でやってたと。で、あの同志社大学の奥に行くと相国寺なんですよ。行ってみれば分かりますけど、ものすごく広いの で、 で800人だろうが、あの5000人ぐらいの軍隊もあの訓練できるぐらい広いですね。だからここであのイギリス式の最新の兵学を教えるわけです。でテキストに使われたのはこれでですね、赤松小三郎が訳した英国歩兵連邦というので、で薩摩藩が出版したのがこっちですね、赤松小三郎訳英国歩兵連邦というので、イギリス陸軍 の、 あの最新鋭 の、 そ の、 あれです、あの軍隊運用のマニュアル本なんです。でそれを赤松小三郎が訳した。まあ、説明しだすとこれだけでももう90分経っちゃうのでやめるんですけど、要するに当時ライフル銃が開発されて、軍隊の運用の仕方がカラッと変わるんですね。でそれまでの銃とライフル銃とじゃ射程距離が3倍くらいに伸びてるので、その3倍くらい伸びることによって戦闘方法がまるっきり変わるんですね。その隊列を作って、あの集団で突撃するやり方から、あの細かな小隊ごとに分けて、小隊をあの、コントロールして散らばって戦うという戦い方に変わるんですけど、その最先端のあれが書いてある戦い方が書いてあって、でそれを翻訳したんです。でイギリスで出てからもう2年後ぐらいにもう翻訳してますので、当時もう世界最先端の、陸軍の運用法だったわけです。でこれをあの薩摩は極秘、もう藩外に流出しないように厳重に管理するんですね。これが不用意にあの広まっちゃうと困る。でこの最先端の知識を薩摩だけでまず囲い込みたかったっていうのがあるので、なので赤松小三郎を生かしてはいけなかったというのはその理由もあるんですね。で、例えばですね、私たちに馴染みが深いのをちょっと紹介すると、右へ習え気をつけ、右向け左向け、その場に休め、かかえ駆け足詰め、右へ回れ休め銃、打ち方始め打ち方やめとか、これ全部その英国歩兵連邦に出てくる法令なんですよ。でこれ今でも体育の授業で使ってますけど、あの体育の授業ここから来てるんですね。なので赤松小三郎が本で訳した、英語をそのまま訳してあって、それがですね、薩摩藩士に教えたことによって、彼らが、日本陸海軍を作っていくので、赤松小三郎が教えたそれがそのまま日本軍のその亡霊になってそのまま定着していったので、今でも使われているということで、体育の授業なんてあれやってることは軍隊訓練じゃないか、徴兵制がない代わりにあれやってんじゃないかという、感じの、お持ちの方も多いと思いますけど、でもこれ作った本人は赤松小三郎ですごく民主的な人だったので、赤松小三郎の遺産といえば遺産なんですね、これが。でこの本もちゃんと全然研究されてきてなかったんですけど、最近例えば出た2018年に出た英国歩兵連邦の、研究があってですね、川本由美子さんという早稲田大学の英語の先生だった方なんですけど、なんて評価してるか、英国歩兵連邦は乱書、オランダ語の本を媒介とせず直接英書から翻訳された最初の本として英学史上に位置づけられる。つまり英語の本から直接翻訳出版された初め日本初の本だっていうんですね。私もこれが最初なの、もっと前にあるんじゃないのと思ってたんですけど、英学史の専門家がこれが英語の本の最初の翻訳本、それ以前全部オランダ語、英語喋れて翻訳できる人当時日本に何十人かはいたと思うんですけど、出版されたのはこれが最初だっていうんですね。なんでこれも本当に真剣に研究しなくちゃいけない。でこの中で3回戦術で戦うので3回したその小隊をいかにこうコントロールするかっていうのが重要なあれになってくるので、ラッパで信号を伝える、でラッパの五線音符が出てくるんですけど、これ日本で最初に印刷された五線音符で、この本日本最初がいっぱいあるんですよ。それ以前その五線音符なんて書かれたことがないんだけど、最初に印刷されたのはこの本だっていうふうにも言われてて、なのでもっと真剣に研究しなくちゃいけない本だと思うんですけど、私もこの辺のことは真剣にやってないです。
あって、さっきも言ってましたけど、日露戦争が終わった後、赤松子三郎のことを話すんですね、東郷平八郎たちに。何て言ってるかというと、日露戦争終わって帰ってきた後、薩摩の将軍たち、野住千倉、東郷平八郎、河村上明、河村上明って王力公文司令官、で黒木為元第一軍司令官ですよ、ね、で野住千倉が第四軍司令官、などの将軍たちが、東郷鹿児島へ帰ってきて、一郎に帰った。そこで何て話したか。高松先生暗殺の当時は篠原国元の観光令があったが、今の世となっては何のはばかるところもない。幕末明治にかけて殺人が国家の要領があって断然有志し得たるのも、また今日我々が露国を激動して古代に金賞を掲げたのも、思えば高松先生の奮闘の賜物と言うべきだと一度追放の状を記録しつつ、その徳を忍んだのであったということで、当時赤松小三郎のことを喋ったら叩き切るというふうに篠原国元が言った。千葉県の習志野ってあるじゃないですか。習志野を命名したの篠原って知ってました。明治天皇が命名したそうなんですけど、あそこに軍隊の演習場があって、で篠原国元、赤松小三郎の直弟子で、軍隊の指揮長令があまりにも見事であるそうなんですね。でその軍隊の指揮に関しては篠原の耳に出るものいない。で赤松小三郎の直弟子なんです。で篠原に習え、習志野と明治天皇が言ったという伝説がありますけど、どの程度本当なのかちょっとよく調べていただけると嬉しいんですけど、習志野は篠原から来てるそうですね。で今がその軍学者としての赤松小三郎をやったことです。でいよいよ憲法の問題に行くんですけど、これが赤松小三郎が出した五体制構造書という憲白書で、ものすごく長いです。で3メーター以上あるので巻物にして、冒頭部分、これが冒頭部分で、これが祭り部分なんですね。でこれどこにあるかというと、鹿児島 の歴史館の中にあって、赤松小三郎が島津久光に出したものを、島津久光が持っていて、で鹿児島の歴史館の中にずっと埋もれていて、で展示もされてないので誰も見たことない買ったんですけど、上田でですね、これのレプリカを作って、レプリカが上田の赤松小三郎記念館というところで展示されるようになったのが 2,3 年前ですね。でそれ以前誰も見たことなかったと思うんですよ。でこんなのあるのっていう話になって、去年ようやく永田町の県政記念館で初めて展示された。これは公で人目に当たるところに展示されたの、おそらくそれが初めて。で上田なんて誰も行かないので、ですね、行って真田丸ブームの時にちょっと行った人たちがこれ見て驚いたという逸話があったりして、一つ例を言うと、赤旗新聞がですね、この本の宣伝してくれて、上田に行ってふと真田丸で観光に行ったんですって、赤旗の論説委員が。そしたら真田丸で観光に行って、ふと赤松小三郎記念館っていうのがあるので立ち寄ってみたら、これ見て驚いたって言って、こんな人がいたのか、ね、だから真田丸ブームで上田に観光に行くまではこんなの何も知らなかったって言って驚いて帰ってて、でこの本を紹介してるっていう、のが簡単な記事に載ってくれましたけど、つまり共産党系の学者なんて赤松小三郎なんてあの字も言わないから、赤旗の論説にも知らなかったということなんですね。これがそれです。なので今ようやく憲法学的にも研究がこれから進む感じだと思うんですけど、じゃあどんなことを言ったのかちょっと紹介しますと、まずこう書いてあります。万国普通公平の本国一相立て、これがですね、ここら辺に書いてあります。これ一番憲白書の一番最後の部分に書いてあるんですけど、万国普通公平の本国一相立てと書いてあります。これも訳すと、人類普遍の価値観に立脚した世界のどこの国に行っても通用する公平な憲法を作りなさい。憲法なんて書いてないじゃないか。国立、これが、英語のコンスティテューションを日本語訳した赤松小三郎の訳語が国立なんですね。で憲法っていう訳語を当てたのは加藤博之という人で、後に東大総長になる人なんですけど、東大総長がコンスティテューションの訳を憲法と言ったので、その権威で加藤博之訳が憲法、コンスティテューションが憲法ってなっていくんですけど、
赤松子さんは国立っていう言葉を使って、明治初期には国立って言葉を使ってる人他にもいるんですね。つまり赤松子さんがもし生きてたら、私たち憲法って言わずに国立って言ってたかもしれないわけです。で、他に例えば福沢諭吉は 国令って言ってます。国令で坂本龍馬も憲法って書いてるんですけど、憲法のことをやってるんですけど、無給の大典って言ってますね。だから坂本龍馬大したもんだと思うのは、憲法のことを無給の大典って言ってるんですよ。決して朽ちることのない永続する大典、不魔の大典みたいな意味ですよね。なので坂本龍馬の役も結構いいですね、無給の大典。あと後で出てきますけど、その後藤象二郎とか土佐の人たち、国本、国のもと、国のもとでも国を律するもの、国がやっちゃいけないことをちゃんとやっちゃいけないと、国を律しなくちゃいけないという役でも、結構憲法という役よりも国本とか国立とか、結構こっちの方がいい役のような気もしますね。はい。他に、どんなこと書いてあるか、こう書いてあります。上院と下院を作るんですね。で上院と下院を作って、上院は貴族院です。まあ、そこら辺限界あるんじゃないかって言われたらあるんですけど、上院は、諸侯と公卿と旗本の中から30人を選挙で選ぶ。で選挙のことを入れ札って言ってます。貴族院は、諸侯、公卿、旗本で、旗本入るのが結構ミソなんですけど、まあ、旗本だったら本当に勝海舟レベルとかそういう、そこら辺の、ですね、下っ端あの幕臣、下っ端幕臣まで旗本で入ってくるので相当な人材がいるんですよね。旗本まで入れると、まあ、国王と諸侯なんてあんまり大した人材いないですけど、旗本まで入れたら相当な人材が豊富ですから、貴族院としては十分な人材は旗本から供給され得る。でそれを選挙で選ぶと。で、下院はこうなんです。門閥規制に関わらず道理を命令し、死なくかつ人望の期する人を公平に選ぶべし。で入れ札で選べって書いてあります。で門閥、家柄に関係ない。だから武士とか百姓とか関係ないんです。で規制に関わらず、税金を何以上納めたとか、その明治にあったその青年選挙じゃないんですね。高額納税者しか選挙権与えられませんでしたけど、規制に関わらずだから、納税額の有無に関わらず全員、人口が規制ればその中から選ぶべし。なのでこれどっからどう読んでも普通選挙ですよね。じゃあどうやって選ぶかというと、これもちょっと 今の、 関係で面白いんですけど、抽選独制で選べ。何て書いてあるかというと、数人ずつ道理の明らかなる人を時刻および隣目の入れ札にて選中。で時刻および隣目ってこれ時刻 藩のことですね。で 藩と隣目、つまりいくつかの藩を束ねて一つの選挙区、いくつかの藩を束ねて、その中から数人ずつ、3人とか4人とか5人、これ抽選独占じゃないですか。で今の300総選挙区って大体旧藩が300個日本にあったですね。でなんか今の総選挙区ってかなり旧藩 の藩の領域と重なってるんですよ。つまり総選挙区は大体各藩に1人選んでる感じなんですけど、藩をいくつか束ねて数人ずつ選べだから、これ明確に抽選極性なんですね。で藩のしがらみで選ぶといろいろと問題があるから、いくつかの藩を合わせることによって、人材、ちゃんとした人材が選ばれる、ということだと思います。で、こうも書いてあります。この領局にて、上下両院ですね、上下両院にて全ての国事を議し決議しなさいって書いてあります。でこれは今の憲法との関連でいくと、議会は国権の最高機関であるということを明確に書いてある。全ての法律と、条約も、いろんなこと、予算案も全てここで決められるというふうに出てきます。で、その議会で決めたことに対して、首相にも天皇にも拒否権はない。アメリカの大統領は議会の決議に対して拒否権を持ってますけど、日本の首相とか天皇は拒否権行使しちゃいけないって書いてあります。で解散権もないんですね。つまり天皇は岡崎で、権力行使できない。で、首相は大閣僚と赤松小三郎を呼んでるんですけど、日本のプライムミニスターのことを大閣僚と訳してて、大閣僚は議会の決議に従って執行するだけ。つまり議会の方が偉くて、首相っていうのは議会の下っ端
という位置づけなんですね。なので議会が決めたことを執行するのが内閣というふうになっています。じゃあ人権とか教育に関して何て書いているか、ですね、まず教育に関しては、人材母教育の義、御国税諸学校を増し国中の人民を文明に育み候義遅刻の基礎にて御覧と書いてありますので、これもう義務教育ですよね。国中すべての人民、国民すべてを文明に育むのは国家の責務であるって書いてあるので、これ義務教育のことですね。で学校の数が全然足りないから、まず日本の主要都市に大学を作りなさいというところから始まるんです。日本の主要都市に大学を作って小学校をだんだん増していって、で最終的には全員義務教育ですよという、でその後こう書いてあります。国中の人民平等にご分育愛ないと書いてあります。これは今の憲法の言葉でいくと法の下の平等とイコールですね。国中の人民を平等に扱いなさいということなので、全ての国民は平等だ。つまりこれをもってしてもう武士とか百姓とかいうことの身分差別なくなるってことですね。武士町民の区別なく全員平等に扱いなさいということを宣言しています。でさらに、全て国民は個人として尊重されるという今の憲法、第13条でしたっけの条文がありますけど、それに相当することは人々その差がに準じて十分を尽くさせるって書いてあります。でその差がって人々の適正のことですよね。自分がやりたいこと、個人の適性とかその、能力とか千差万別なので、それぞれの個性に応じてその個性に合った職業についてその職業で十分を尽くさせなさいと、いうことなので、これは個性を尊重して職業選択の自由を与えなさいと言っていることですね。なのでこの後納税の義務とかも出てくるんですね。納税の義務とか勤労の義務も出てくるんですけど、納税の義務は当時税金取ってたの百姓だけ、百姓だけこんなになんで税金高くて町民から庶民から税金取ってないのおかしい。つまり全ての職業は、規制の区別がなくて、で武士は遊んでる人も多いからちゃんと有用な仕事に就かせなさいと、で武士も働きなさいということで、ですね、全ての人が納税する、で全ての人が納税すれば百姓ばっかりこんな苦しめられるようにはならないということで、百姓の年貢はすごく減るはずであると。なので納税の義務っていうのは職業に差別はないから百姓だけこんなに高額の税金貸しちゃダメだよということをこの後出てきます。でその後軍事で何て言ってるか、軍事で冒頭の文章はこれです。兵は数少なくして武器を備え熟練させるを譲渡すると書いてあるので、兵は数少なく、できるだけ少なくしなさい。軍人の数はできるだけ少なくするけど、使ってる兵器は最新鋭、できるだけ最新の兵器を常備して、熟練させれば数は少なくとも対抗できる。なので、最小限の陸海軍を整備しなさい。でこの後陸軍海軍の数も出てくるんですけど、陸軍2万8000人海軍3000人ですね。で海軍は軍艦を国産できない、軍艦国産できるようにならなくちゃ本格的な海軍は作れませんってまず言ってます。なのでまず製鉄と造船なんですよ。製鉄と造船やって初めて海軍を作れる。だから今海軍だなんて言ってるけど、外国から軍艦買ってくるような状況ではこれは海軍とは言えないっていうので、明治政府って日露戦争までほとんどイギリス製の艦船じゃないですか、国産できないんですよ。赤松小三郎はまず製鉄造船で海軍作れるからまずそこからって言ってたので、明治政府なんてもうイギリスの言いなりに高値で武器を買わされてですね、戦艦ミカサ以下連合艦隊の船なんてほとんどイギリス製ということなので、まああんなの海軍じゃないんですね、小三郎を見ませると、ということなので、まあどっかの政権が高値でいいねで買わされてるようなことが明治にもあってですね、変わらない、ほとんど変わらないというのが、はい。でただし3万8000人ってものすごく少ないと思いません？ 今自衛隊30万人ぐらいいると思いますけど、3万8000人って今の自衛隊の10分の1くらいですよ。でしかも当時帝国主義時代だから、イギリスが薩摩や長州を攻めていって、鹿児島なんて焼け野原になってるわけですよね。イギリス海軍に攻撃されて、でイギリス、フランスが攻めてくる可能性ってのがあったわけですよね。
いやまあ一番あったのはイギリスなんですよ。あのフランス、アメリカそんなに戦争やったことなかった当時は。その後やるようになりますけど、まあ端的に攻めてくる可能性が一番高かったのはイギリスなんですけど、なので3万8000人ではいざ本当に攻めてこられたら防衛できるとは思ってない。じゃあどうやったら防衛できるかというと、これなんですね。土地へ教師を命じ使わして兵場訓練せしめ、乱世には国中の男女ことごとく兵に用立てる。でこれは普段はみんな仕事をしてます。工場で働いたり、百姓やったりいろんなことをしていくんですけれども、その土地土地へ、食糧軍人が行って村人たちを集めてですね、村人たちやってこいって集めて、今の町内会で防災訓練やるみたいな感じだと思うんですけど、まあ、武器の使い方を教えて、いざとなったら全員戦うんだぞということを普段から訓練させると。でそうすれば、まあ、イギリスが攻めてきたとしても、イギリス、ロシアが攻めてきたとしてもですね、全員武器を持って戦う。でここですごいのが男女子供とだから男女すべて見てということなので、男女同権論者だったということが分かるかと思います。なのでさっき小三郎が言った普通選挙は男女普通選挙のことであっただろうと私は解釈するんですけど、なぜかというと、男女全員民兵で国土防衛の義務を負うんですね。で国土防衛の義務を男女すべて負うんだから、彼らはすべて選挙権があって参政権がないとおかしいんですよ。これフランス国民軍と同じ原理だと思うんですけど、防衛の義務と参政権というのがセットで、その近代民主主義というか、近代立憲主義、フランスの場合その近代民主主義ですよね、防衛の義務とその政治を動かす、自分たちが動かすっていう、権利はセットで出てきたので、頭三郎それ念頭に置いてると思います。で国土はみんなで防衛する、でみんなで政治をやるということですね。でこの原白書が実は徳川政権にも出されていた。なのでまた後で議論のところ、今の問題9条との関連でどうなのかっていう話も出てくると思いますので、今の世の中に渡して近いところがあるとするとスイスって全員民兵ですからね。ただ単に男性だけですよね。男性全員民兵でいざとなったら戦う、だから職業軍人なしで民兵で防衛するっていうのがスイスの建前なので、ただその代わりに重要なことは全て国民投票で決めるから、原発推進するかどうかとかいろんなこと国民投票にスイスはみんなかけますけれども、あれみんなで防衛するということとセットでスイスの直接民主制、重要なことは国民投票にかけるっていうのは出てきてますよね。なので、今の9条の問題いろいろとあるんですけれども、これくらいの決意があるところの方が民主主義が根付くっていうか、スイス見ててもそういうことあるんじゃないかなとは思います。はい、でこれをですね、徳川政権に出していた。でこれ最近新しく分かったことで、金の作人さんという歴史作家の方がいらっしゃるんですけど、赤松小三郎が、さっきの憲白書を徳川政権にも出してきたっていう証拠となる文書を見つけたんですね。で見つけたのがどこかというと、盛岡の歴史博物館の中にある、盛岡の資料館の中にある盛岡の、反省資料、慶応帝皇雑記という盛岡藩の反省資料の中に赤松小三郎がこんな憲白書を徳川政権に出している、幕府に出しているということを盛岡藩が書いていくんですね。で文章を見たらそっくりそのままさっき薩摩藩に出していたのと同じものを徳川政権に出しているということは、あっちこっちに憲白していて、徳川薩摩、あと他に出したのが越前藩で、他にもおそらく出していただろうと、鳥取藩とかにもおそらく出していただろうと言われているので、あっちこっちにあれを出して、でそうなるとおそらく会津藩にも出してたはずだとか、残ってないだけで出してたはずだということがだんだん分かってきた。でですね、でこの赤松小三郎の構想に共鳴した人たちが、実は薩摩と土佐の首脳がこの赤松小三郎の構想でこういうふうに考えるんですね。で考えた人がこの人で、この人の顔って分かる人ってどのくらいいます？まあ、今の基準で見てもすごいハンサムなんですけど、彼が小松立脇という人で、で薩摩藩というと西郷と大友が偉いってことになってるんですけど、一番本当に偉かったのこの人
間違いない。で彼は議会政治やろうとしてたんですよ。で最後邪魔になって引っ込められちゃうんですね。あの薩摩と西郷東国は武力で徳川政権を倒そうとしたので、議会政治大政奉還をやって議会政治をやらせようとしてたの彼なので邪魔になっちゃったんですね。あの武力倒幕派からしてみると、で引っ込められちゃうんですけど、で彼はあの赤松小三郎をずっと守ろうとしていて、あの赤松小三郎をかばってたということが当時の文献でわかります。あと詳しくは本の中に書いてありますの でおそらく小松立脇はこの構想で行こうと思った、赤松小三郎のあの構想で行こうと思ったので、一緒に動いてたんですね。で土佐藩でそれに共鳴したのがこの人で、土佐藩三世後藤象二郎という人で、後に民生議員設立憲白書 の起草者の一人になりますね。板垣大輔なんかと一緒に、江藤新平とか板垣大輔と一緒に民生議員設立憲白書を出すので、彼は幕末から普通選挙の議会政治論者なんです。なので1873年に民生議員設立憲白書を出して、その時に彼らがああいうことを突然考え出したんじゃなくて慶応年間から考えてるんですね。でその継続で民生議員設立憲白書が出てきたということは、慶応年間の継続なんですよ。あれは明治維新があったから初めてあれが出てきたと考えちゃいけない。で彼は幕末から考えてる。でこの二人を結びつけたのがこの中井弘という人 でこの人もあんまり有名じゃないんですけど、でこういう人たち全然埋もれている。で話し始めると長くなるので飛ばしますね。で彼らはその赤松小三郎の構想で動かしていこう、というふうに構想を立てて、で結んだのが薩戸盟約っていう薩摩と土佐の首脳で、薩戸盟約の約定書っていうのを結びます。でこれがですね、これもやり始めると長くなるので端折って喋ると、まずここ、制度法則一切の晩期慶氏の議事堂よりいずるを要する。これ何かというとですね、天下の体制を議定する絶権は朝廷にある。つまりこれ行政権は朝廷に帰属する。で制度法則ってこれ法律のことですよね。立法権は議事に属するというので、行政権朝廷、立法権議会というふうに、権力を分立した立憲主義体制を作ろうとしている。で議会、議会は上下を分かち、下院は陪審庶民に至るまで正義重心のものを選挙というので、下院議員の非選挙権は藩士から庶民まで全国民に与えなさい。でこれどう考えても陪審庶民って、陪審がいわゆる藩士ですね。で庶民っていうのは百姓町民すべてですよ。これだからこれ全国民に選挙権は付与しなさいとしか読めないんですね。で、議員の条件、議員の条件はこう書いてあります。私欲なく原稿十作を浪しない誠実な人物ということなので、これで今の議員大体ダメじゃないかなと思うんですけど私欲がなく誠実であれば議員誰でもなりますということなんですね。これ逆に言うと、あと徳川慶喜は将軍を辞職しなさいと。で最後ここがすごいです。地球上に恥ざるの国本を立てん。でこの国本が憲法なんです。で地球上どこに行っても恥ずかしくないような国本を立てん、憲法を作りましょうと書いてあるんですね。でこれ誰に対して言ってるかというと、当時国学者とか、薩長の尊上志士たちは何て言ってたかというと、神武創業の伝統に回帰しようって言ってたんですよ。神武天皇の御用に回帰することが私たちが目指そうとしている目標である、幕府を倒して神武天皇の時代に回帰するんだって言ってたので、とんでもないって言われない古代の律令に回帰しようっていう人たちがいるけど、古の律令は今の時代に当てはまりませんと。よろしくその兵風を一新して地球上に恥じることのない憲法を作りましょうと書いてあるんですね。でここの地球上に恥じることのない憲法って何かというと普通選挙なんですよね。で当時のイギリスは貴族と大地主とブルジョアジーしか選挙権ないですから、労働者農民なんて選挙権ないので、金持ちと貴族だけの選挙権じゃない、全国民に選挙権を付与すれば地球上どこに持っていっても恥ずかしくないでしょうということなので、イギリスの議会政治なんてあんなの本当の議会政治じゃないっていうのがこの概念です。もっと先に行かなくちゃいけない、イギリスよりも先に行かなくちゃいけないと彼らは考えていた。で驚くべきことに、これ小松立脇と後藤象二郎が言ってただけじゃなくて、越前藩、尾張藩、広島藩などがこれに賛同していきます。尾張藩って徳川御三家筆頭の尾張藩ですよ。
でこれだけの班が賛同すればもうこれでおしまいですよね。あ、じゃあもうこれでいきましょうということで、シャンシャンと名誉革命が達成されて終わる。吉野部が将軍を置いて、吉野部が首相になりたかったらまた議会が吉野部を選べば彼はまた首相になれるわけだからということなんですよ。一度将軍から降りて、で議会の中からもし吉野部が首相指名で選ばれれば首相になっていいよということなので、これで終わるはずだったんですよ。なんだけど戦争やりたかった人たちがいるんです。これじゃやだ、戦争やりたかった人たちがいるので、はじめ薩摩と土佐で、この約定書を結んで徳川政権に働きかけて、で徳川慶喜も、うん、これでいいねって言ってたんですね。で徳川慶喜がこれでいいねって言ってみんなでやればこれでおしまいだったんですよ。それなのに薩摩がまずここから降りる、薩摩名約から降りて、いやこんなのやめようって言って薩摩が降りたことによって、で土佐藩は中蔵になっちゃって、しょうがないから土佐藩単独で大政奉還憲白書というのを出すんですね。なので本当はこの5藩、少なくとも5藩で共同の連盟で出すはずだったのが、薩摩がこんなのやめようと言い出しちゃったもんだから土佐藩単独で出さざるを得なかった。でもその土佐藩単独で出したものっていうのはこれと全く同じです。ほぼ同じ で削られてるのはこれだけなんですね。将軍やめろっていうところだけちょっと慶喜に遠慮して削っちゃったんですけど、あとみんな同じだから、普通選挙で議会政治やろうっていうところは骨格そのままで慶喜に出して、うん、これはいいねと慶喜は思ったということなので、ですね、薩摩がここから抜けなかったら、これで言ってたはずなんです。でなのに、歴史学者なんて言ってるかというと、例えば憲政史の研究者で東大名誉教授の坂野淳二さんという東大名誉教授がいますけど、彼はこう言ってます。幕末の議会論は封建議会論だと。で幕末の議会論には政府の権限と選出方法についての記述は全くない。で坂野淳二、三日の明治維新という本にこう書いてあります。で赤松子三郎の見るとですね、天子のもとに、大閣僚、首相です。首相、財務大臣、外務大臣、国防大臣、法務大臣、税務長官の6大臣を、大勲組を諸侯旗本より選出しなさる。上院から選出しなさる。そのもとの所管理は、副大臣とか次官とかその辺ですね。その元の所管理は門閥を論説選出しなさい。でこの所管の人選を司るのは議政局です。つまり議政局の中から大臣、副大臣、政務次官、事務次官、その辺を全部選出しなさいということなんですね。なのでこれ議員内閣制なんですよ。で政府の選出方法ちゃんと書いてあるじゃないですかって言うんだけど、ないって言うんですね。で坂野さん、他には幕末の議会論には議会権限についての記述も全くなかった。赤松小三郎の憲白書には議会権限にこう書いてあります。上下議政局にて全ての国事を議論し決にして、でその主務は万国普通の法律を立て、諸藩の人選を司り、外交条約の締結、予算の策定、富国強兵、人材教育を行うこと、議会のやることを全部書いてあります。なので歴史学者の言ってること全くおかしい。つまり赤松小三郎の言ってることなかったことにすることによって薩長が正しかったと正当化してきた。じゃあ、坂野淳二さんもどちらかというと左派なんですけど、なぜ戦後の左派は、あ、戦前ですね、戦後の左派は戦前からの調査史観を踏襲したのか。で坂野淳二さんこう書いてあります。新政府の性格は旧幕府軍と薩長軍が賭博趣味で一戦してみて決めるしかなかった。つまり戊辰戦争しなかったら明治の近代国家生まれてないよって言いたいから幕末の議会論が近代議会論だったらいけないんですよ。で封建議会論だったから賭博心で戦って幕府を倒さなくっちゃ近代議会っていうのは生まれてこなかったというためには、赤松小三郎の憲白書があっちゃいけないんですよ。なかったことにしないと歴史物語が作れないということなんですね。なので、これやっぱ左派の問題点なんです。つまり、暴力で政権を倒すことは必要である。暴力は必要である。で暴力を振るって政権を倒した方が進歩派である。で歴史は進歩するって信じてるだから、反動派が暴力で勝っちゃいけないんですよ。で暴力で振るって勝った方は進歩派じゃないといけないから、だから幕府の方がはるかに遅れていて、薩長の方が近代的であるっていうためには、幕府の方が赤松構想を受け入れようとしていたと言っちゃいけないんです。言うと全てのストーリーが崩れるんです。
なので左派の問題点、暴力革命史観ですね、あと進歩史観で、勝った方は進歩的であるはずであると。間違った方は勝つこといくらでもあるんで、じゃあなんで安倍政権が政権取ってんだろうと思うんで、なの進歩史観おかしいだろうっていうのは安倍政権見れば明らかでしょうとか思うんですけど、まあ、歴史は必ずしも進歩しない、まあ、当たり前ですけど、なんだけど、なんかどうしてもやっぱり暴力革命史観だと、勝った方は進歩的であるって信じたい、信じたいんですね。じゃあ薩摩長州に暴力振るって勝たせようとしたの誰かって言ったらイギリスです。で、これイギリスの外交官のアーネスト・サトーって知ってます？イギリスの通訳なんですけど、あのパークスの片腕で、ほとんどパークスの頭ごなしに彼らが外交、彼が外交を取り仕切ってたんですね。で、彼がやろうとしたことは幕府と薩長を戦わせようとした。で、薩長の同盟を結ばせようとしたのも彼なので、あのよく巷の本で坂本龍馬はあの佐藤とブラバーのブラバーって武器将棋なんですけど、佐藤とブラバーの下っ端の使いっぱしだったんだという本がよく出てますけど、まあながちそれは、まあ、坂本龍馬は近代議会政治考えてた人であることは明らかなんですけど、ですね、まあ、彼らの意の中で動いていた側面もあったことは確かですね。つまり薩摩と長州を結びつけようとしたのは坂本龍馬で、坂本龍馬の英雄物語になるんですけど、イギリスです。薩摩と長州を結びつけようとしたのはイギリスで、薩摩と長州を結びつけると幕府に勝てる。で、イギリスがあの近代兵器を、そのミニエ銃とかエンフィールド銃とかですね、その近代兵器を大量に薩摩長州に流して、で、幕府はまだ銃がそこまで最新鋭の銃装備してないから、今イギリスが全力で武器を援助して戦わせれば勝てる。で、勝つことによって、で、薩摩長州っていうのはイギリスに負けてるんですよ。薩摩は薩英戦争で負けて、長州は下関戦争で負けてるんですね。で、負けた結果どうなったかというと、イギリスの言いなりになってるんです。で、幕府は言いなりじゃないんですよ。で、薩摩長州が幕府と戦って勝っちゃった方がイギリスの言いなりの政権ができるんです。なので、あのだってあのイギリスに逆らって、あの下関海峡から無差別攻撃したのが長州でですね、国際テロリストなんですよ、言ってしまうと。国際テロ集団に武器を与えて、そいつらに勝たせるって一体何ということなんですけど、そんなおかしなことあるかって言ったら、そういうおかしなことを今もやってる人たちがいっぱいいますけど、タリバン勝たせたの誰とかですね、IS に武器流したの誰とかですね、IS の武器元をたどればほとんどアメリカ製っていう、まあ、サウジとかトルコに流した武器があの IS に横流しされたりとかいろいろとしてますよね。で、じゃあサウジが IS に流すだろうということを知りつつ流してたとしたら、 IS 作ったのはアメリカって言われてもまあ仕方ないということなので、要するにシリアのアサド政権を倒そうと思ったら IS に武器流すということもありえますよね、アサド政権が憎かったら。なので、徳川政権が憎かったら、薩摩や長州の国粋信者たち、日本は神の国で、ですね、まあ、とんでもないですね、日本は神国であるっていう、まあ、神がかった神国思想の人たち、まあまあ、タリバンと一緒ですよ。で、仏像の首切るところまでタリバンと一緒でですね、仏像の首切って、まあ、お寺を潰して日本国家神道の原始に、まあ、アマテラス大御の神を最新とする一神教に変えようとしたわけですよね。なので仏像の首平気で切っていったというタリバンみたいな人たちに武器を与えて幕府を倒しちゃった方がイギリスの国益になるから、そのタリバンを支援したアメリカとやってることはあんまり変わらないということですね。で、佐藤が西郷にこう言ってるんですね。西郷たちが考えているのはイギリス風の議会というよりもむしろアメリカ風の議会と言うべきだろう。で、日本人が考えているのはパーラメントじゃなくてコングレスだと言ってるんですね。で、パーラメントは貴族議会ですよ、イギリスの。で、アメリカのコングレスっていうのは庶民も含めた議会なので、彼らは庶民も含めた議会まで考えている。で、佐藤なんて言ったかというと、これは私には狂気じみた考えのように思われた。で、こんなことやるんじゃなくて薩摩長州で先制権力を作っちゃえと西郷に言うんです。で、それ西郷が大久保と新地に手紙を書いてこう言ってます。佐藤と西郷が慶応3年7月28日に会談するんですけど、佐藤はこう言ったというふうに西郷隆盛が大久保に手紙を書いてます。で、佐藤は幕府はフランスと組んで、慶応3年のうちに軍備を整えて薩摩と長州を押し潰そうとするであろうから、薩摩と長州は武力で対抗すべきであり、イギリスも軍事的支援をする用意があると述べた。で、これに対し私は
外国に助けてもらっては日本の面目が立たないと佐藤の申し出を断ったんです。つまりイギリス軍が直接支援するのは断ったけど、でも武器たくさんもらってますから、うん、で伊藤博文が桂小五郎に手紙書いてるのもあるんですけど、いざとなったらイギリスに助けてもらうって言ってます。つまりまずは自分たちで戦ってみるけど、もしどうしてもダメだったらイギリスに助けてもらおうとしてたんですよ彼らは。なので歴史の真相はこうであるっていうのは、佐藤は薩戸名誉は狂気だろう、つまり一気に近代立憲主義に移行しようとしていた薩戸名誉は狂気クレイジーであるっていうふうに否定し、でフェイクニュース流すんですね。フランスは幕府と組んで薩摩と長州を潰そうとしようとしてる。でフランスがすごい怖いって言うんですよ。怖いのお前たちだって。当時のフランスとイギリス比べて、派遣国はイギリスです。イギリスとフランスガチンコで戦ったらフランスは全く勝てないし、でフランスは当時プロイセンと戦争になりそうになってて、あの不仏戦争のちょっと前ですから、日本侵略なんかできるわけないんですね。でフランスにはそんなことをやる国力もないし、あの日本を侵略しようという考えなんて一切ない。考えてたとしたらイギリスなんですよ。なのにフランスは恐ろしいから、あの薩摩と長州を押し潰すぞって最後を脅して、俺たちが助けてやるから幕府を倒しちゃおうというふうに持ちかけたんですね。なのでフランスの脅威なんてないのに、フランスの脅威を守ってフェイクニュースを流して、でイギリスの軍事的支援を出しにして、で佐藤あ最後はですね、じゃあもうやられる前にやっちゃうしかないなと考えてですね、イギリスと組んで幕府を倒すというふうに決意を固めた。なので議会政治の路線を放棄して武力倒幕路線に踏み切ったのは、この佐藤との会談だろうと思います。で佐藤との会談が7月なんですね。で6月にさっきの薩戸名誉大政奉還議会政治に行こう、で1ヶ月後に佐藤と会って、そんなもんやめちまえ、戦争だ戦争だって言われて、よしもう薩戸名誉破棄する。でこの1ヶ月後に破棄して、で戦争に踏み切るわけですね。で破棄したのが1ヶ月後 で彼らは、7月に佐藤と会って、8月14日に西郷隆盛たちは薩摩と長州で手を組んで挙兵計画を策定する。でその挙兵計画は、赤松小三郎が在京の薩摩藩兵1000人を訓練していた。でその1000人訓練していた赤松小三郎が訓練した部隊ですね、薩摩藩兵1000人の部隊を3つに分けて、1つは京都の守衛を襲撃し天皇を拉致して、京都南部の、男山に移す、あの東水八幡宮のところですね、東水八幡宮の方に移すと。で会津邸と幕府の本城を同時に焼き撃つ。で当将軍の布告を出し大阪城を吸収して奪って、大阪城から、大阪湾の幕府艦隊を粉砕するという挙兵計画を立てるんですよ。でこの兵隊訓練したのは赤松小三郎ですから、これは殺さなくちゃいけないんですよ。だってこの部隊は赤松小三郎から引き離さないといけないので、殺さなくちゃなんない。で8月14日に武力倒幕計画を策定して、で8月17日に赤松小三郎が上田にいるお兄さんに出している手紙が、こうなっています。小生は幕殺一話の端を開き、で幕殺一話って何かというと、幕府と薩摩が和解する、幕府と薩摩が一話、一緒になって新しい政権を作るという、倒幕に反対して和平を解いている。で西郷吉之助、西郷隆盛ですね、西郷隆盛で談合し、で幕府の方は会津藩と一緒になって断じ始める。で会津藩で赤松小三郎の仲間だったのが、あの山本角馬という人で、あの大河ドラマ八重の桜というのを見た人は覚えてると思いますけど、八重のお兄さんが山本角馬で、赤松小三郎の親友なんですよ実は。で小三郎本人は幕府の目付の梅沢守達太郎とか、永井直行という永井現場の神に説いていると。で少しは何も捨て見込みにござそうろうと書いてありますので、赤松小三郎は和平を説いて、で薩摩は武力倒幕で固めちゃったので、もう殺すしかないということになって、で殺されて葬られたのが本海東明寺というお寺で、ここで当の平八郎たちがお葬式を出して葬られた。で葬られたお墓がありますので、もし京都に行ってきたらぜひ本海光明寺ですね、幕末会津藩の本陣があったところなので、松平容保とかその会津藩邸はここに駐屯していた。で行くと分かりますけど、お城ですね。これはお寺に見せかけたお城で、いざという時に城になるようにと家康秀忠の代に作ったお寺なので、もう初めから城郭を想定して作ってあります。でここに葬られています。でじゃあ誰が切ったのかということで、直接切ったのはこの人なんですよ。
中村半次郎、後の桐野敏明ですね、後の陸軍少将桐野敏明で、でおそらく指令したのは西郷隆盛と大久保利通。大久保利通がおそらく指令したというのはあの本の中に詳しく書いてあります。話すと長くなるので。でそれをやれやれってけしかけてたのは長州藩、品川弥次郎、山形昭友もおそらく、というのは彼らあの当時あのお尋ね者だったので京都にいられなかったんですけど、薩摩がかくまって薩摩藩邸に常駐していた。いや薩摩藩邸に常駐していたので赤松小三郎のことをよく知っている。赤松小三郎やっちまえということを品川弥次郎は言っていたということなので、この辺が、まあ暗殺した人たちなんですけど、最後は高森ももちろん、そのグループですね。でちょっと顔写真見てわかると思いますけど、さっきのハンサムの小松立脇の顔と比べるとまあ なんと人相悪いんだろうって、まあ、人殺しの目知ってるじゃないですか。やっぱり人殺すと政治家もだんだん年重ねるごとに人相悪くなるんですけど、で悪いことやってると顔に出てくるっていうのは、中村半次郎ってこれ赤松小三郎殺した後こういう顔になるんですけど、殺す前の顔を見てご覧ください。ネットに聞くと中村半次郎の若い頃の写真出てきますけど、まあ、本当にあどけないなんか青年ハンサムな顔してますね。人殺した後こうなるんだっていうやっぱ目つきがもう全然違うという、ことなの でちなみにでも中村半次郎は後々まで夢の中で赤松小三郎、赤松が来る赤松が来るという夜中に夢でうなされて跳ね起きたりしてたそうなので、殺したことによって悪夢を見るくらい彼はずっと後々まで悩まされることですね。で品川弥次郎、この人です。この人の名前日本史に出てくるので覚えてる人もいると思うんですけど、後に内務大臣になって衆議院選挙で選挙干渉をやって民権派の議員を落選させようとして25人死んで380人負傷したっていう事件が1892年、第2回衆議院選挙でありましたけど、彼はですね、幕末の時からテロリストで、例えば佐久間象山暗殺したのは品川弥次郎です。肥後の川上源斎って言われてるんですけど、実は品川弥次郎なんですよ。で川上源斎は後に長州藩に粛清されて殺されてるんですね。で、まあ、長州藩の内輪もめで殺されてるんですけど、川上源斎一人がやったことにしちゃって、であと本当にやってるのは品川弥次郎とか山田昭義とか長州藩の吉田松陰門下なんですよ。でですね、で吉田松陰の先生が佐久間象山なんですね。で品川弥次郎吉田松陰の教え子なので先生の先生を殺しちゃったんですよ。ですごく罰が悪いので川上源斎が殺したことにしたけど、本当に殺してるのは品川弥次郎なんです。これも本で詳しく書きましたので、説明しだすと長くなるんですけど、で佐久間象山殺した後斬奸状が出てるんですけど、これおそらく書いたの品川弥次郎なんです、ね、この文体で佐久間象山暗殺した理由は何か。こいつは西洋学を唱えている、西洋の学問を崇拝している、で公益開墾説を主張している。貿易やっちゃいけないんですね。開墾して貿易しろと言っている、とんでもない。でその上天皇を彦根城に移そうとしている、で退却に無道、容易退却無道、国賊、退却無道国賊なので天地を加えるということなので、退却国賊売国、この辺の言葉使い始めたの誰かって言ったら彼らなんです。いまだに使われてますけど、日本会議が好きな、退却売国国賊、この辺の言葉使い始めたのはまさに彼らで、貿易しちゃいけない、で天皇を彦根城に移そうとしていたっていうんですけど、なんでか、なんで移そうとしていたのかというと、この時長州藩は京都御所に大砲を打ち込んで孝明天皇を長州に奪い去ろうとしていたんですね。でそれを本当にやったのが禁門の変で1864年ですね。元治元年禁門の変というので京都御所に大砲を打ち込むっていう、大択だねと思いません。で彼らが京都御所に大砲を打ち込んで天皇を長州に拉致しようとするんですよ。で京都御所なんて大砲を打ち込まれたら防衛できないんですね。で彦根城だったら防衛できるじゃないですか。で天皇を長州が実力で奪おうとしてて、だって京都に火かけようとしてたっていうんですよ。京都に火かけてその隙に天皇を奪おうとしてたんですけど、下手すら天皇を焼き死にますよね。なので危ないからって言って彦根城に移して防衛しようとしたのが佐久間象山で、けしからんって言って殺した。でこの
京都御所に大砲を撃ち込んだ人たちの戦死者を、山口で昇魂するんですね。その魂を集めて昇魂者に祀るんです。それが東京昇魂者になって靖国神社になります。つまり靖国神社の最大の虚構がどこにあるかというと、天皇のために死んだ人を祀った神社が靖国神社って言ってるんですけど、京都御所に大砲を打ち込んで天皇の意に反して天皇を拉致しようとした人たちを祀ったのが靖国神社の起源なんです。勝てば官軍って言いますけれども、で天皇はこれを見て怒り狂って逆賊徴収絶対許すな、あの朝敵だって言ったんですね。で孝明天皇がこんなに怒ったのは後にも先にもこれっきりで、逆賊あの朝敵徴収絶対許すなって言って、孝明天皇死ぬまで徴収だけは絶対許さない、で最後まで長州攻めろ長州攻めろって言ってたのが天皇なんだけど、そこまで天皇を怒らせたんですね。退却ってだね。で天皇を守ろうとすると退却って言われて、で天皇を拉致しようとしてる人たちは退却じゃないんですよ。でこのご都合主義、というのが、まあ、靖国神社の最大の虚構なので、実は彼らはやってたことはあの左翼過激派っていう、天皇なんて何とも思っちゃいないっていう、平気で、大砲を打ち込む人たちが、靖国神社を作ったんですね。でこれがそのまま続いて品川彌次郎、後に内務大臣になるんですけど、第2回議会の際、破壊主義の党、これ自由党とか改進党のことを破壊主義の党って呼んでるんですけど、破壊主義の党は、防王の議論を何とかし、天皇の大権を審判せんとし、およそ100の手段を施して選挙に干渉せん、神明に誓って破壊主義を撲滅せんことを期すということで、天地神明に誓って破壊主義を撲滅させようとして、選挙に干渉した。で何やろうとしたかというと、まあ、投票所の前で日本刀を持って持ち構えてて、その自由党の支持者とか投票しようとすると日本刀で脅かして、で本当に切っちゃったっていう人が何個もあるので、あの土佐とか肥前では本当に切られて死んだ人が何人もいて、要するに右翼が投票箱の前で投票所の前で待ち構えてて、 あいつはなんか自由党の支持者だとか言うと日本刀を持って襲ってくるみたいなことを平気でやって25人殺してるっていうですね。でそれをやったのが品川彌次郎ですね。ということで、安倍晋三総理が、来賛する明治時代は長州が作ったということでですね、安倍晋三のキーワード、まず靖国神社で、これ国家神道ですね。で国家神道ってまあ信仰宗教で、本来の神道とは全く違う長州が作った神道と言っていいと思うんですけど、日本は天皇を中心とする神の国だ。靖国神社作ったのは誰かというと、この銅像の人ですね、長州藩士大村益次郎、大村益次郎が作って、で大日本帝国憲法を作ったのは長州藩士伊藤博文ですよね。で天皇は神聖にして犯すべからず、教育職務を作らせたのは、山形愛友ですよね。で軍人職位を作らせたのも山形愛友で、長州藩士、長州で、教育職務はいざとなったら天皇のために死になさいじゃないですか。で軍人職位は、軍人に対して死は攻防よりも軽しと心得よ、あなたの命は鳥の羽よりも軽いから天皇のために死ぬんだよ。要するに教育職務も軍人職位も天皇のために死ねって、それだけですよね。靖国神社も天皇のために死ねじゃないですか。大日本帝国憲法は天皇は神であるじゃないですか。でこういう思想を作って広めたのは長州であって、それは彼らが御所に大砲を打ち込んでも何でもやって、でも言ってしまえば孝明天皇を殺したのが毒殺で、そこら辺が歴史学で揉めてるので、あんまり言うと陰謀論者とか言われるので、ただこの本ではあの薩長が毒殺しているその根拠は、まあ、岩倉朋美がやった可能性が高いんですけど、まあ、岩倉朋美が薩長に権力を取らせようとしてたので、毒殺の可能性が高い、この本に詳しくで、その根拠として一つ、私がちょっと見つけたのが、品川彌次郎の日記見てたら、12月25日のところに崩御って書いてあるんです。12月25日に天皇は孝明天皇崩御してるんですけど、12月25日に崩御って書いてるんですよ。で天皇が死んだのは12月29日まで極秘にされてたんですね。で死んだその日に崩御って書いてるんですよ。なんでお前が知ってんだよっていうことはちょっと書いたんですけど、それは殺した方は知ってますわねっていう話なので、つまり
あの今天皇にどれだけ不敬なこと言ってるかって言ったら、日本会議が一番不敬なこと言ってるじゃないですか。天皇の首に縄をつけて靖国神社に参拝させるとか、靖国の宮司に行ったり、一番不敬じゃないですか言ってること。でまあ要するにそうですよね。天皇が自分たちの言うことを聞かなかったら拉致するということも平気でやる人たちだったから、天皇なんて何とも思っちゃいけないのに、国民が天皇に何か言うと不敬だって言って、あの大逆だって言って殺す。で大逆ということを使い始めて、で最後はまあ高徳秋水たちが大逆事件で殺されるところまで行っちゃって、でそれも前史で赤松小三郎や佐久間昌山が大逆と言って殺されてるんですね。一番大逆な人たちが大逆じゃない人たちを大逆と言って殺すということで、それがあの明治以降も続いちゃうということなので、まあ、でその長州のカリスマ的な思想家が吉田松陰なんですけど、安倍晋三首相が私の尊敬する人物は吉田松陰先生ですと。でも僕たちに載ってるんですけど、宮本賢治共産党元議長は私の尊敬する人物は吉田松陰ですと言ってるということで、宮本賢治長州人、安倍晋三ももちろん長州人ということで、日本共産党の幹部は、戦後の主だった幹部は、宮本賢治、志賀義夫、野坂三郎、みんな長州人ということなので、で彼らいざとなったら天皇を殺すぐらいのことをする人たちじゃないですか。ものすごく関係なんですよ。暴力革命を肯定するからルーツは一緒。吉田松陰は特攻思想を賛美するじゃないですか。あの七章報告説っていうのを唱えたの吉田松陰ですけど、7度生まれ変わって遺跡を打ち払うということを死ぬ前に読んでますけれども、七章報告、それって特攻の思想ですよね。で自分は死ぬけれども、死んだけれどまた生まれ変わって遺跡、イギリスやアメリカと戦ってまた死ぬと。で7度生まれ変わってずっと天皇のために死ぬんだって言ってるんだけど、ですね、まあ、それに特攻思想につながっていくということなんで、実は思想ルーツ的には一緒なんだよということがこの本で書いていて、皆さんどう思うか。で例えば植木絵盛、これ土佐 の自由党の指導者 で彼1892年に死んでるんですけど、彼も毒殺された可能性が高いんです。衆議院選挙に立候補しようとして準備しているところで腸チフスにかかったって言われてるんですけど、入院してそのまま病死で、彼も毒殺の可能性あるって言われてますね。病院で死んでます。で選挙の前で、その時の内務大臣が品川彌次郎、25人死んだ時の選挙なんですよ。で彼は病院で死んでるから、その死んだ人間の数には数えられてないけれども、毒殺されてる可能性あるとずっと言われてますね。で彼が作った憲法草案、すごく民主的な憲法草案を作ったといって、家永三郎さんとかがものすごく評価してるんですけど、植木絵盛の憲法草案1882年に作ってますね。立法権は議会を通して全人民に帰属する。で男女普通選挙、さすがなので、全人民が立法権を持つんですね。で男女普通選挙、です。ただしですよ、行政権は天皇に帰属で、首相も内閣も天皇が任命する。で一番いけないのはこれです。天皇は軍の統制権を持つ。で議会の解散権、法案の拒否権を持つ。で一方で天皇権とか革命権も言ってるので、まあ、いざとなったらその人民と天皇が戦わなくちゃいけないっていうことになっちゃうんですけど、で自由民権派ってやっぱり行政権を天皇に与えてるんですよ。でこれだったらちょっとのっぴきならない時代になっちゃうので、天皇と議会がすごく不穏になっちゃいますよね。でこんな憲法作っちゃダメですよ。行政権天皇にも出したら絶対ダメなんだけど、自由民権派は行政権を天皇にも出して、しかも統帥権を天皇にも出してるから、これ太平洋戦争の悲劇、この憲法だったとしてもやっぱり来ちゃう。軍が統帥権官班って言えば軍が勝手に何でもできちゃったから、これやっちゃった時点でダメですよね。なので自由民権派の憲法草案もこういう限界を抱えている。で赤松小三郎は、天皇は解散権もなし、拒否権もなし、統帥権もないし、何もない。議会が軍務大臣、国防大臣を指名して、で内閣がコントロールしますので、また軍民統制できるんですね。軍隊は軍民統制できるのが赤松小三郎なんだけど、こっちは全然なってないということで、そろそろ時間なのでも、やっぱりパート2いかなかったですね。
赤松子三郎の政権構想はまず議会を作って憲法を作って、そのもとで、議会が内閣を指名して、で官僚を整備していくという構想ですね。議会、憲法、内閣、官僚の順番で近代国家を整備する。で明治維新で起こったことは何かというと、まず武力クーデターで薩長の尊王攘夷の志士たちが、あんな品川彌次郎みたいなチンピラたちが、薩摩長州の出身者とあるというだけで政府のポストを好きなようにいくらでも持つことができて官僚国家を整備する。なのでまず官僚が生まれて、で官僚が生まれた後、15年ぐらい経ってですね、明治維新から17年後ですね、1885年になってようやく内閣ができる。なので官僚が専制統治をしたのが17年間続いて、17年間経った後ようやく内閣ができて、そこからさらに5年後にようやく憲法ができて議会が召集される。だから順番が全く逆、官僚内閣憲法議会の順なんですよね。これ順番が全く逆、初めに議会と憲法ができなくちゃいけなかったんですけど、逆になっちゃったから官僚が、議会をバカにする、で法律も官僚が作る。赤松子三郎は法律は全て議会が作って官僚がタッチしちゃいけなかったんですね。今法案なんて大体官僚が作って議会は強行採決するだけですから、国会なんてほとんど、本当は国会が法案っていうのは作らなくちゃいけないんで、国会が法案作って官僚はそれを執行するだけだったのに、官僚が法案作って、強行採決して全部押し付けていくから、ほとんど議会の意味なんて、本来のその立憲主義から全く反してますよね。ということなので、もしこっちで言ってたら、赤松構想で言ったら全く違った日本になっていたはずであるということ でパート2もなし信じちゃいます、ね。日米修好通商条約は不平等条約ではないということで、赤松小三郎の殿様が松平忠敬という人なんですけど、全く知られてないんですね。この人老中で、実は日本を開国したのはこの人なんだけど、井伊直弼がやったってことになってて、でここもちょっとフェイクなんですね。本当は松平忠敬が日本を開国して、で黄土輸出を始めたのも松平忠敬ということなので、この全然知られてない人、この人の本を今書いているというのは、でこれまあ全然ですね。でこれなんでかっていうと、問題になってる育校舎の歴史教科書とかあるじゃないですか、日本海に教科書ですけど、日本海に教科書に何て書いてあるかというと、日米修好通商条約のことです。日米修好通商条約は清がイギリスと結んだ不平等条約と同じく、日本には完全自主権がなく、外国に領事裁判権、過去治外法権を認めるなど我が国にとって不平等な内容でした。同様の不平等条約はオランダ、ロシア、イギリス、フランスとも結ばれました。でこれが実は明治維新神話の根幹を成していて、幕府は腰抜けで、列強の、に対して自立した外交を展開できない、だから列強の言いなりに不平等条約を結ばされた全く外交能力のない政権だった。で幕府を倒した明治政府だからこそ不平等条約を改正できたという歴史観なんですね。で不平等条約史観が元にあって、明治維新をサクセスストーリーとみなすことが可能になっているんですね。外交能力のない幕府に対して不平等条約を改正した明治政府っていうストーリーになっているんです。でこれが全く嘘であるっていうことなんで、これ今本書いてますので、これは飛ばしますね。結論としては何かっていうと、不平等条約になったんですけど、したのは長州。この触りだけ言っとくと、下関戦争ってあったじゃないですか。1863年に彼ら何やったかというと、下関海峡を通過するアメリカの商船を攻撃するんですね。でその後、オランダ軍艦を攻撃するんですよ。でその後、フランス軍艦も攻撃するんです。で何人も殺傷してます。で、起こってイギリス、フランス、アメリカ、オランダの4カ国が連合艦隊を組んで下関に攻めてくるんですよ。で3日で下関が占領される、下関砲台が占領されるっていう下関戦争というのがあったんですけど、あれに対する賠償金300万ドルっていうのがイギリスが長州じゃなくて幕府にふっかけるんですよ。おかしいと思いますよ。だってテロ行為を働いたのは長州だから、300万ドルの賠償金払うの長州であるべきじゃないですか。でその長州を助けてですね、助けて武器を与えて
で300万ドルの賠償金は長州が払うんじゃなくて幕府が払えるというんですよ。おかしいと思いません？なんでテロリストを助けて幕府にあの賠償金をふかけなくちゃいけないのっていう話なんですけど、で300万ドルって当時の国家予算に匹敵する額で、1年分 の, あの国家予算をあ国家予算をキャッシュで賠償金として払えって言われて、払えるわけないじゃないですか。で払えませんって言ったら、払えないんだったら延期してやる、延期する代わりに関税を引き下げなさい。で徳川政権が結んだ条約では関税率 20% なんですね。で関税率 20% って当時の国際水準なんですよ。でイギリスの工業製品に対抗しようと思ったら 20% くらいの関税が必要だったんですね。でその関税率 20% だと、日本をイギリスの工業製品の市場として使えない。とにかくあのアジアっていうのは物を作る能力もなくて、イギリスの完成品を買うだけの、工業基盤を奪ってですね、完成品市場にしようとしてたのがイギリスだから 20% の関税気に入らなかったんですね。で賠償金かけろ、払えってふっかけてヤクザのように脅しながら、払えませんって言ったら、じゃあ関税を 20% から 5% に引き下げなさい。で 5% の関税っていうのがアヘン戦争の後中国政府が伸ばされた、清国政府が伸ばされた関税が 5% なんですね。でそれ以前は 2,3 割の税金取ってたんです、あの清国政府は。で 5% に下げられたために中国 の, あの国内の綿織物とかですね、あの国内産業が崩壊していくんですよ。で、日本に対しても同様に、あのイギリスの綿製品を売りつけたいのためにその 20% 関税を 5% に下げさせて、でその結果日本はあの貿易黒字だったのが貿易赤字に変わっちゃった。でその赤松小三郎がやろうとしていた製鉄とか造船とかそういった近代工業を作るのが、しばらくできなくなって、工業ができなくなって、代わりにイギリスの軍艦を買って鉄も船も軍艦もイギリスから買うという、そのイギリス製品のお得意様にされてしまうということが起こったということなので、まあ、ここら辺はコートだけ言って、今書いてるのでまた来年あの出たら、読んでくださると嬉しいです。じゃあこの辺で終わりにしたいと思います。